はい、この状態で、はい、してる。あ、それ見ながらやった方がいい、ね、はい、でこれをこうしてここで一緒にこういうふうに、はい、ね、ここでしっかり持っておいて、はい、でこの長さを自分が巻きやすい長さぐらいに設定してないと邪魔になるけ、あ、でこういう状態にしてる、はい、こういう状態にしてやらんとこれが遊ぶと巻きにくいけ、うん、でこうして、はい、これをこう持ってくる、はい、でこれを迎えに行って持ってくる、はい、迎える、迎える、でこれを7回ぐらい巻いたら、はい、この間から P ラインを通して、はい、こうして出したやつをすぐこっちへ渡してやれば、はい、でまた巻けばいいとして、はい、で5回巻いたらまたこれを、まあ5回じゃ乗ってねえと思うんだけど、はい、これこうまた抜いてまた同じ方向に、はい、これが5回から7回巻いたら、はい、こうやって抜いたらこれをもうこれで。この時点でもばらけんけ、はい、でこのこういう状態になるけ、はい、でこれをじわっと動くやつを引っ張ればいいけ、あ、でこの変になったやつ急にやると熱持って P ライン切れるけ、で優しくこういうふうに持ってっといて、最後ここをぎゅーっと締め込んでやったらカメラを締め込むけ、これでもう抜けんけ、わかりました、ありがとうございます、バッチリ、はい。